皆さんこんにちは。阿蘇テレワークセンターで職場体験活動をしている浪野中学校2年の志賀翔太です。今日は阿蘇九十国立公園管理事務所に職場体験活動に来ている川島くんと海くんについて紹介します。木島岳の登山ルート点検に密着しました。じゃあこれから出発します。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、じゃああちらから行きましょうか。はい、はい、今から2人にインタビューします。どうしてこの職場を選んだんですか？僕の将来の夢が畜産農家なんで、畜産農家は日本の文化を守っていくことにつながると思うので、自然を守るということに関しても、文化を守ることにつながると思ったのでここを選びました。何が楽しかったですか？なかなか見られないところを、特別に見せてもらったりできたのがとても楽しかったですね。残り3日間で頑張りたいことは何ですか？職場の方に迷惑をかけないようにしっかり周りに気を配っていきたいです。今日1日体験してみてどうでしたか？きつかったけど楽しかったです。どのようなところが楽しかったですか？の方向から景色を見れて、あんまり見ないのでよかったです。大変だったことは何ですか？登るまでの道が入り組んでいたので少し疲れました。川島くんと海くんの仕事ぶりを見て僕はすごいなと思いました。それはきつくてもちゃんと写真などを撮って自分の仕事をしていたからです。それと質問をした時に将来畜産農業に就きたいからこの阿蘇九十国立公園管理事務所に来たと言っていたので、ちゃんと将来まで見据えて職場体験に来ていたので感心しました。僕はテレワークセンターで職場体験をしてみて、自分で取材に行ったりカメラで撮ったりするのは初めてでとても大変でしたが、取材したりカメラで撮ったりするのは楽しかったので、将来このような職業に就きたいなと思いました。阿蘇九十国立公園管理事務所の皆さん、阿蘇テレワークセンターの皆さん、ありがとうございました。